YouTube 動画をご覧の皆様、こんにちは。チャンピオン76の武田です。今日はですね、僕の前にあるのが、FXDWG、ダイナのワイドグライドっていう機種ですね。もうこれも今現行ですね、カタログ落ちしてしまったモデルですね。オレンジのところにですね、黒のフレアかかってて、ちょっと独特の、まあこれもロングというようなアメリカの、ね、ハーレのスタイルをですね使用しているバイクです。ワイドグライド、もともとですねフォワードコントロールがかなり遠くてですね、日本人でも身長高い人じゃないと乗りづらいって言われてたんですけども、このモデルに関してはちょっと足つきを手前に良くするためにですね、エクステンションを入れて、まあ、こんな形でも乗れるようにはなっています。ちょっと、まあ、ウィンドシールドがついて長距離のツーリングにも対応するような形になっています。今横から、ね、画像映像ですねご覧いただいているように非常に、長い非常に、あとちょっとフォークが寝てるような感じですね。まあ、かっこいいデザインのものになります。ダイナもですね、もうカタログしていたダイナモデルというのはなくなってしまっているので、ダイナどこどこ感などがですね、お探しの方はもしよろしかったら一度現車をね確認してみていただければ。なかなかですね、台数もですねそんなに玉が出てきてない、ものになりますので、ワイドグライドお探しの方はぜひですねお店の方に足を運んでいただければと思います。このモデルはですね、96ですね、全カムの96、1584cc のエンジンですね、積んでますけども、まあ、タワー的には十分普通にですね、乗って楽しむことができるモデルになっております。フォワードコントロールは通常ですとノーマルのステップだときついんですけども、このモデルは前のオーナーさんがエクステンションつけてるんで足つきも届くですね、感じも良くなっておりますので、いい感じですね。もともとのアメリカン的なスタイルで乗りたいということだったんですね。ステップをノーマルに戻して、本当に、フォワードコントロールを楽しんでいただければなと思います。あと、まあ、スタイルですね、このようにも言いますけども、ウィンドシールドを外してもうちょっとスタイリッシュに乗るっていうのも一つの手かなと思いますので、ダイナお探しの方ですね、なかなかダイナもですね、台数が少なくなってきてる中で、その中でもまだちょっと台数の少ないワイドグライド、よろしかったらぜひですね、皆さんにこのアメリカンスタイルをですね体験していただければなと思います。